リンリンハローパラレルリニパラレルのリントです。はい、本日の動画はですね、またやってまいりました。シェフィーさんとお風呂でございます。毎回ね、こうお風呂月に2回ぐらい一緒に入るんですよね。なので2週間に1回ぐらいのペースでね、タッピー皮をね、こうなんて言いますかね、歯ブラシとかで取ってあげるんですけども、やっぱでかくなったよね君ね。顔も立派になったよね。脱皮をするってことはね、大きくなっている証拠なので、大きくなってね、不要な皮がね剥がれていってっていう感じですけど、ね、で大きくなってくれば大きくなってきたで、もう本当におとなしくなっていきますね。今ね、この子の体が疲れる程度ですねにしてますけれども、本当に怒りにくくなりましたね。まあね、やっぱり口の横に指やれば噛みついてこようとはしますけど、ただそういう事故はね、今までで1回だけですね。1回あるんですよ、実は。口の横に指やって、多分噛まれるんだろうなと思って、今度やったら思いっきり噛まれて血まみれになるっていうね。で友達でね、トカゲちゃん飼ってる方もいらっしゃって、その人は噛まれるの覚悟で、この辺やるとね噛むんだよねって言って、口の横に思いっきりやって、思いっきり噛まれて血まみれになりながら、ねえねえ噛まれたシェフィーにって言いながら私に見せてきましたね。シェフィーに人差し指をパクッと噛まれたまま、ねえねえ見て噛まれたって言ってきて、お前バカなのかっていう話をねしたことがありますね。結構剥がれてきてるね。でね、12月にもね、12月の頭かにもね、この子の成長記録でね、大きさ測る動画アップはしてるんですけれども、ほんとね、体重が大きくなってきてますね。体長はね、そんなに伸びてないっぽいですね。体長はね、あんまり変わってなかったです、その時の動画を見る限り。11月の頭と12月の頭のね、でもね、体重は増えてきて、ちゃんと筋肉だったりとかね、お腹のところにこう、お腹もちょっとふっくらしてきたね、この子ね。あんまり太りすぎちゃうとね、肥満でなくなっちゃうことがね多いんで、あんまり肥満にならないようにはしてるんですけども、ね、でも皮余ってるね。皮プニプニでこう触れるので、この皮が触れなくなって、こうなんだろうな、パーンってしてきたら危ない証拠なので、そうはしないようにねしてますけれども、そうならないことがね一番重要です。そうなっちゃうと危ないですね。さっきまで寝てたからちょっと出すなよって感じですね。ちょっと怒ってる、ちょっとおこですね。朝今7時ぐらいだからね、さっきまで本当に寝てましたから、私がね朝風呂入るタイミングで起こして、入れてるって感じなので、ちょっとおこですねって言っても全然余裕でこうやって触れるんだけどね、本当に激荒な子はもうこれするだけで首をねじ曲げてこっちに持ってきてカブって噛みついてきますからね。それはないんで、でね、慣れてきてね、大丈夫だろうと過信しすぎると噛まれることも全然あるとは思いますけど、過信はしすぎないようにですね。よいしょ。皮がやっぱり少しずつこう剥がれてきてますね。歯ブラシで磨こうか。ここだとちょっと暗くて見にくいから少し出ようか。よいしょ。こっち。よいしょ。
例のごとく私全裸でございますので、反対側を映すとセクシーなことになっちゃいますね。センシティブでございます。歯ブラシはちょっと今嫌な、ね、ちなみに歯ブラシをこの辺にやると多分噛みます。噛まなかった。でもすごい嫌がっている。嫌がりすぎるんでやめましょう。手の先っちょがやかった。この辺剥がれてきてるね。よしよし。あとちょっとね、痒いらしいですね。脱皮の皮ってついてるとずっとなんで、書いてあげましょう。ほんとなんか嫌がってダッシュしたりしなくなりましたね。昔だったら、まだね、ここまで大きくない時だと嫌がってダッシュしてあっちこっち行ったりしてたんで、それがなくなりましたね。穏やかな顔してますよね。顔見るとガチ切れしてないのがわかります。ガチ切れしてるとね、目つきやばいんで、うん、多少は嫌そうだね。ちょっと怒ってる。でも本当に嫌だったら、ね、すぐ噛みついてくるんだ。こういうのパクって噛まない。ちょっと嫌って感じ。おーって感じね。尻尾のこの辺も脱皮してるね。どうした？嫌だった？ごめん。あ、いて。久しぶりに手がたくされた。嫌だった？みたい。いてって思ったけど、そんなに痛くないな。昔だったら耳ずばれになるぐらいパチンってやられることとかもあったんですけど、昔は逆にね、力がないんで耳ずばれまでならないんですけど、今軽くの手がたくなったね。今完全に首のここのところやったからね、怒ったんですよ。ここ嫌いなんだよ。ここ嫌いなんだよ、トカゲちゃん。あー、やばい、怒らせた。嫌でしょ。ほら、嫌なのよ、ここ。ほら。はい。その辺ね、やろうとしたからね、テロアタックしてきましたね。普通にやってる分にはテロアタックほとんどないんで。一回ちょっと爆切れしたね。やだよーってなってるね。あー、ごめんね。嫌なことしたのは私が悪いからね、今ね。この辺でも剥がれてきてるね。また温浴して歯ブラシして、温浴して歯ブラシしてだね。今日はちょっと長めになると思うけど、少し頑張ろうね。あ、これも剥がれてるね。よし。温浴しながら脱皮皮を剥がしていきましょう。脱皮皮ね、全部剥がすところはね、動画撮るとね、なかなかならないことになるので、いいとこで終わらせちゃいますけども、ほんとね、嫌、触られるのが嫌だもんね。尻尾これされるだけでも嫌がりますね。そういうトカゲちゃんも見てきました。尻尾ポンってやっただけで、尻尾バチンって手がアタックって言ってね、パンってやってくれるから、余裕でほら尻尾触れるでしょ。足とかも問題なし。ちょっと足嫌がるでしょ、少しだけのことだからね。足なんか多分敏感なんだろうね、触られると。足はちょっと気になるみたい。今怒りそうになってる。はい、ごめんね。よし。いや、まあおとなしいヘビ、トカゲちゃんですよ。ヘビちゃんではないです。おとなしいトカゲちゃんです。本当におとなしくない子だと飛びついてきますからね。トドがベタの上です。じゃあまた温浴しましょうか。まあ私もね、ちょっと体が冷えてきたんで、ちょっとお湯をもうちょっと張って、温浴しながら私もお風呂入っていきたいなと思います。
ますということで、本日は以上となります。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンコでした。バイバーイ。